こんにちは。こんにちは。こんにちは。まあ、最近やっぱり、また待って6時やから、こんばんは。いらんいらんいらん、みんな知らん、みんな関係ないから、動画出てからやから分からん。まあ正直いろんな事件あって、うん、まあやっぱスシローのイメージだいぶ下がってんの、うん、あ、俺ほんま今日の食うの嫌やと思う。あ、お前もそっちないな。あ、お前もその子そっち側、あの動画に左右されたら分からん。いや、まあそういう人もやっぱ少なからずおると思う。いや、こういうの見たらやっぱり嫌なのやめて、誰が舐めてるかわからん。舐めてないよ。まあそうなってる人もやっぱおると思う。まあ確かにな、うん、やっぱそういう人のためにもやっぱ俺たちが影響力を少し持った身として、うん、景気を回復させる、イメージアップをさせなければならないというわけで、うん、だいぶ回復してきてはいるけど、まあさ、俺らが何もせんでる、うん、正直俺らやっても納得にはないと思う。納得にはもない。そうそうそう、それは頑張ったけど、まあ最終、うん、まあやっぱ本人は実際おったから、そうやね、見えない、うん、やっぱり確かにクラハヤに寝返ったことはあるな、うん、もう浜寿司しか行ってない。確かにクラでもいろいろあったから、でも浜寿司でも情報の機密入手の事件あったけど、大吉水産しか行ってない結構高のつり。そうで、まあ正直さ、いろいろナオトとも喧嘩したんやな、うん、今日スシロー来てきたら大暴れして、うん、いやいやいや、そうそうそう、大吉水産じゃないと無理って言って、そうそうそう、でまあグループ辞めるか辞めへんまで行ったから、そうそう、結局背中に電気ショックつけてやる、そうそうそう、そう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 、脅しな、うん、今もあの鉄の下に地雷埋められてんの。そう負けたらなんかそれ読みはしてるっていうぐらい頑固に硬くなり嫌がる人もまだやっぱ多い。だからやっぱそういう人の気持ちを捨て去りたいというか、スシローの弁明をしたいということで、今日は俺たちがスシローの良さを PR していこうかなと。題してしていこう、スシローいいよー、イエーイ、スシローほんまにいいから、ほんまにいいから、俺大好きやから。スシローぐらいしかいかんもん。俺は正直クラ、俺は大吉水産。あ、そうやん、回らん寿司。あ、でも俺も回らん寿司、うん、寿司の、あの、コミは絶対、うん、俺、寿司じゃない、うん、俺家の寿司じゃないと言う。俺家の寿司。あ、まあ実際やっぱ今から頼んでみて、うん、PR していこう。後ろこんだけ美味しいんだよっていうこと、うん、俺が頼むわ。あ、アワビさ、めっちゃ真っ赤だから勇気のおじいちゃんの身体なんで、肩身ね、後ろの株券大暴落した。大丈夫、びっくりした、早めに言ったでよかったな、うん、かわいそうに。でも今戻ってるから大丈夫。よかったな、だいぶ落ちた。お前今日その肩身の株価上げるために来てるよ。お前ら利用してる。確かにお前が堅くなにこの企画進めてはいたんだけど。え、誰か死んでる、ビューチおばあちゃん。お前らは酢飯、酢飯頼んで、酢飯頼んで、ネタ抜きの酢飯ちょいでいい。お前、おかずにこうでしてる。まさゆかってもらう。スパイダーマンぐらい、やめて、スパイダーマンって言ったら無理だった。スパイダーマンだね、スパイダーマンこうやって糸飛ばすんか。こうか、正義の味方がこうやって糸飛ばすんか。これね、あん肝です。これ非常にうまい。あん肝、やっぱ痛風なるやつ全部うまいから。痛風なるやつ全部、体に悪いやつもうまいから。なるほど、うまい。まあ、あからさまにいないの。そうなんだ。腹減った。腹減った時に言えば寿司ロー嫌いになるよね。なるなる。腹減ったと言ったら寿司ローやし、うん、寿司ローって言ったら腹減った、うん、腹減るって言ったら寿司ローやしな、うん、寿司ローって言ったら腹減る。そう、あ、分かる分かる、うん、あ、腹減ったら寿司ローやし、うん、いやでも、まあ、寿司ローって言ったら腹減る、うんうん、で、腹減ったら寿司ロー、うんうん、で、寿司ローは腹減る。炎上といったらスシローやもん、うん、あかんよ。あかんよ。あかんよ。お前パン食ってたらしてる。俺なんで2週間食ってんの。何を、何を、え、何を、キャビア。お前逆に生まれてこの方食ったことないわ。
マジ？これはほんまや。ほんま？やってないですよ。お前いくら本家庭でお金がないからほんまやん。可能性ある絶対。俺の親見たらなんて言うの。親ブラックしてる。見られへんようにしよう。親にあの後ろの動画だけ見上げてる。絶対見る。お腹減ったって言うけどさ、うん、お腹は減らんよな。まあ食った。そうやな。まあ、そうやな。やってきた。うん。はい。見てこの角度。斜めってる。誰か。マイナスかもしれない。うん。後ろのさ、良さをアピールしたいから、うん、おい今まで人生で起きてきたのが一番聞かなくて気持ち悪かった話だよ。そう聞いてなかった。まさに嫌だったと嫌なところを話そう。あー、オッケーオッケー。腹汚い。肉臭い。ニキビ多い。はい、肉かかぶっていました。友達少ない。ワイフと。はい。あと5個行って。やめるから。ごめん、ゆうちゃん。あんま誰と取ってないから。誰から取ってないから。サンキュー。ノーセンキュー。もう、一生かけて積むから。お前ら、自分の良さアピールしてほしい。後ろの良さアピールしてほしい。うまくねえ。今まで直子の ID は絶対消毒する。これ次でやめて。幸せやな。頼むかな。幸せ。なんかすごい幸せな気分になるな。幸せやな。やめてあげて。思っても今日は無事にだな、目がて、うん、今日はあの画面そんなにやめて。偉い人見てる。あかんあかん。エビ年々地産ってんの。まあ、寿司は席ではない。まさにさ、たぶん最後になるやん、食べるの。うん。全員が食べ終わったから、たぶんなるから。うん。まあ、たぶん、まさにが食べ終わる前に一旦帰るわ。うん。うん。オッケー。じゃあ、おいしく食っとくわ。まさにとりあえず一人でここ残ることになるから、営業するまで。うん。皿洗いとかしてる。ここで。だから、もう、全員の方が水入れてきて。全員の方が水入れてきて。じゃあ、あと、店員の方もできて。なんでさ、バイトさせるか、そんなこと。たぶん、行ってみようかな。うん、うんちゃん、ほら、言ってんのマンガって言ってるお前ね、一番やばい。おい、言えなかった。味方のもんだ。でも、おじが出てマンガって言いました。切り落とし。ぶたまが切り落としみたいな。エビ殺して皮むいて揚げてるか。マジ誰こんな言うぐらいの顔も。はい、麻酔する前に殺してるからね。マジか。エビがうまいから。マジか。ビタ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 ってやって、うん、コロコロつけて揚げてるやつ、みかんつけて。マジか。塩かけて食べよう。何の心に聞いたのか。とりあえず麻酔、エビの尻尾の尻尾の中の身ギリギリまで食ってる。エビやん。なんで。ええやん。でも本当にギリギリまで食ってるから。これか。甘エビでしか繊維やり方や。押し潰してないよ、全然。甘エビは食ってるよ。これでやるやつ甘い。そんなことないよ。この世の中で、ダントツ飛び抜けて消し縄出た。出た。小学校の時の赤十字に切れてたもんね。一撃たのはさ、自分で。金余らない、金余らないって、赤十字僕は切れたことないよ。クリートアサスマイル。いや、やめて。僕は。まさに1エピソード言い出したら止まらんくない。うん、止まらん。そんなことない。動画1本で。余裕やろ。まず別に納税しない。うん。脱税。脱税のところ流す。お母さんが脱税してることだけ言う。ああ。しないよ。で、俺とユキは脱毛してる。まあ、こうやって。動画紹介したからね、結構。お母さんの頃僕らも撮った。修正経費落とせんやて。仕事になる。うん。任せ、ヒサロやもん。ちゃうよ。めっちゃええよ。いや、ヒサロが落ちるんだよ。経費が落ちる。あ、落ちるの。あ、言ってないがいらんわ。言ってないがいらん。お腹いっぱいなの。え、嘘やろ。マジやの。お前さ、小食アピールすなよ。あ、ここ前でできたら。ほんまはめちゃくちゃ食うくせで。あれないんだ。女性やん。小食アピール。待って、鼻に詰めてた綿が韓国人の整形してる。
マサヤ、唇まだ紫になってる。歯ぐき紫になってる。行き止めんのやめ。酸素回ってない。言わずしないの。かっこつけんな、お前。言わずしない。おしゃれぶんない。ないよ。ないんか。え、こういうところってクルティーやなかったっけ。おしゃれぶんな。ない。ないのないよ。パクチー握りは。まずいたっけ。うん、ローションとか置いてない。置いてるんだっけ。女もな。トゥノー。マジで私まだ。まだ。そんな大きいと言われて360。でも人によっちゃビラビラ切ってもらった方が助かる人だ。全然童貞がお前。見たことないやろ。まだ俺と優子とが言ってることだけの知識しかないよ。ビラビラって言うけど、まだビラビラ好きだもん。こうが写真で見せてやつ、これやつ見せんねん。風俗1日6回行くんやめろ。いいやんないよ。うん、6回目出えへんくて気まくなってたよ。ありがとう。左手で縛りすぎて、田中は向けてもやめて。あと、お風呂好きだけど、チンコ左に曲がってたよ。曲がってないよ。左手のアテレフレで強いのやめて。見てる？多いちょいで、そっちの方やってんじゃん。俺こっちがこっちがで注意してんじゃん。ラーメンもうこの定規いらんからフェイトオルテレえ逃げてるこれ言うけど、回ってきた人全員がやってた全員下からフルーってやってやってやってそれがこれあったの青なの青なの優しいなお前はとことん友達思いやなんて器の広い広すぎるやろほんとに広いなお前エビこうなってたんやろ触らんでよかったすごいお前やめたらよ触らんでよかったよ返せやろねどうなってたか見た見てないエビこうなってたんやろだからこれもともとこうやったから違うか以上スシローの良さ、分かっていただけたんじゃないでしょうか。よかったと思うで、YouTube を伸びてきて、もうすぐ40万人50万人もうすぐ50万人で、ヒットリーともうすぐ40万人あとは彼女を作った鼻の下伸ばすだけかなそういうことかな僕たちね、スシローとテイ君で、やっていくんでそうやな一緒に、スシローと共有7スシロー投稿になるけどそうやあ、でもスシローでいろんなことしていくようん、そうあのレーンから俺の流れてきたりとかさ、ほんで突っかえて俺パニック障害になるとか思って、じゃあ楽しみに見てください。それでは、バーイ。